ロイヤルバレエ学校は英国にあるクラシックバレエの訓練校で1926年にアイルランド出身のバレエダンサーフリツケア、振付やニーネット・ド・バロアにより設立された。ロイヤルバレエ団及びバーミンガムロイヤルバレエ団のために優れたバレエダンサーを養成することを目的としている。同校はマーゴ・フォンテインやベリル・グレー、ケネス・マクミラン、ダーシー・バッセル、アレッサンド・ラ・フェリ、 ビビアナ・デュランテ、セルゲイ・ポルーニーなどの世界的に有名なダンサーや振付家を輩出しており、現在ロイヤルバレエ団の芸術監督を務めるケビン・オヘアも本校の出身である。卒業生の中にはミュージカル、コンテンポラリーダンス、ジャズダンス、テレビ、映画などで活躍する者も,もいる。1926年、アイルランド生まれで、 バレエリュースで活躍したダンサーでもあったニネット・ドバロアが女子向けのダンススクールとしてアカデミー・オブ・コレオグラフィック・アートを設立しこれが今日のロイヤル・バレエ学校の前身となったドバロアの目標はレパートリー・バレエ団と学校を作ることであったその結果劇場オーナーでプロデューサーのリリアン・ベイリスと協力していくことになったベイリスは オールドビッグシアターを所有しており、それに加えて1925年にサドラーズ・ウェルズ劇場を手に入れた。1928年、ベイリスはド・バロアに両劇場でダンスパフォーマンスの舞台を行うよう進め、1931年にサドラーズ・ウェルズ劇場を再建し、そこにド・バロアの学校を移動させ、男女教学のサドラーズ・ウェルズバレー学校とした。 同時に、同校の生徒と当時の著名なダンサーからなる、ビッグウェルズバレエ団を創設した。学校もカンパニーも急成長し、オールドビッグシアターでのダンス上演の終了に、伴って、サドラーズウェルズバレエ団に改称された。サドラーズウェルズバレエ団は1946年に、コベントガーデンで改装、再建された、ロイヤルオペラハウス付きのバレエ団として招聘され、 1947年には、バレエ学校もバロンズコートに移転して、学位を得られる、学術教育も導入された。この時、引き続きサドラーズウェルズ劇場に残って、公演を行う姉妹バレエ団として、サドラーズウェルズ劇場バレエ団が作られた。バレエ学校は急速な発展を遂げ、1955年に、ロンドン郊外のリッチモンド公園にある、ホワイトロッジの敷地に、 ロワー,ースクールを開設した。また、バロンズコートの校舎は、アッパースクールとなった。ロワー,ースクールは、全寮制のボーディングスクールで、11歳から16歳の、生徒に、職業ダンサーになるためのバレエ教育と、義務教育を提供している。アッパースクールは、16歳から19歳の学生に、全日制家程で、バレエ教育を行っている。1956年には、 バレエ団とバレエ学校にロイヤルの名を冠する直挙が与えられ、バレエ団はロイヤルバレエ団、バレエ学校はロイヤルバレエ学校に解消された。サドラーズウェルズ劇場バレエ団もサドラーズウェルズロイヤルバレエ団となった。ドバロアは1970年に芸術監督を退任した。1990年にはサドラーズウェルズロイヤルバレエ団が バーミンガムヒポドロームに移転してバーミンガムロイヤルバレエ団に改称した。2002年にはバーミンガムロイヤルバレエ団付属のバレエ学校としてエルムハーストバレエスクールが開校した。2003年1月にはアッパースクールがロイヤルオペラハウスにほど近いフローラルストリートに移転した。アッパースクールとロイヤルオペラハウス及びロイヤルオペラハウス内にある ロイヤルバレエ団のスタジオの間には、ブリッジオブアスピレーションと名付けられた渡り通路が設けられているが、この渡り通路のデザイナーは2004年の建築賞を受賞している。入学に際しては、ダンスの才能と将来性に基づいて専攻され、才能ある生徒が、経済的な理由で学べないことがないよう、個人、企業からの寄付や助成金を財源として、経済的な支援を行っている。 実際に2021年4月現在の在校生の約90%は在学にあたって経済的な支援を必要としており、6人に1人が年収1万5000ポンド以下、4割が年収4万ポンド以下の家庭の出身である以上で、これとは別に制服、シューズなどの消耗品費や留学生であれば渡航費用が発生する。また、 22%は学費を免除されている。キャンパスは11歳から16歳までが学ぶ、ロワー,ースクールと16歳から19歳が学ぶ、アッパースクールに分かれており、アッパースクールは、フローラルストリートを挟んで、ロイヤルオペラハウスと隣接している。1955年、バレエ学校の規模拡大により、年少の生徒を、リッチモンドのホワイトロッジに移すことになった。 ホワイトロッジは、元は、ジョージ2世の狩猟用別邸として建てられた、イギリス王室所有の邸宅であったが、バレエ学校の校舎として、高級的に使用することが許されて、バレエスタジオや教育施設、学生寮などを設ける、大規模な再開発が行われた。ここでは11歳から16歳までの生徒が学んでいるが、 選抜制であり、オーディションで合格しなければ入学することはできない。毎年2万件以上の入学申し込みがあり、イギリス国内の主要な都市でオーディションを開催している。ロイヤルバレエ学校は、国際的にも高い評価を得ており、他国からの留学生も受け入れている。ボーディングスクールであり、学生の大多数は、敷地内の学生寮に入っているが、 少数ながら通学生も存在する。ダンス教育としては、クラシックバレエだけでなく、キャラクターダンスやコンテンポラリーダンス、体操、アイリッシュダンス、モリスダンス、スコティッシュカントリーダンスが教授される。家庭の後半では、バレエのレパートリー、ソロ及びパドドゥを学び、男子は上半身のコンディショニングにも取り組む。11歳から16歳は、イギリスの教育制度における。 キーステージ3よび4にあたり、キーステージ4までが義務教育なので、ダンス教育だけでなく、日本でいう中学校に相当するレベルの科目教育も行っており、最終学年では、すべての生徒が義務教育終了証明書を得るための全国統一試験を受験する。アッパースクールとロイヤルオペラハウスを結ぶ、ブリッジオブアスピレーション。フリントニールとビューロハッポルドび、 ウィルキンソンやアーキテクツによる設計。1955年に年少の生徒をホワイトロッジに移したことに伴ってバロンズコートの校舎がアッパースクールとなった。この時初めて学位課程が導入された。アッパースクールは2003年1月にコベントガーデンに移転し、現在はバロンズコートの校舎にはロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・ドラマティック・アートが 入っている。コベントガーデンに新しく建てられた校舎は、200人の観客を収容できる座席格納式のスタジオシアターなど6つのダンススタジオを備えた4階建ての建物である。男子、女子校衣室とシャワールーム、ジム及びフィットネスルーム、ピラティススタジオ、理学療法室、学生用談話室のほか、教育設備として教室が4室、コンピュータを備えた。 図書室、アートスタジオ、視聴覚室が設けられている。すべてのダンススタジオは視聴覚室とリンクされているので、スタジオで撮影したクラスやリハーサルの様子を視聴覚室で確認し、自分自身のダンスを分析するといったこともできる。学生はバレエを集中して学ぶだけでなく、レパートリーやソロ、パドドゥー、キャラクターダンス、コンテンポラリーダンスのほか。 演出技法やメイクアップ、身体のコンディショニング法も習得する。3年時には年間を通じてロイヤルバレエ団及びバーミンガムロイヤルバレエ団でプロダンサーに混じってトレーニングする機会が多く設けられている。ロイヤルバレエ学校のカーテンコール2007年ロイヤルバレエ学校では、毎学年末に全学年の生徒がクラシック、または コンテンポラリーの作品に出演する、夏季公演を開催している。そのハイライトは、毎年恒例のロイヤルオペラハウスでの街ネであり、在校生のみならず今まさに卒業して、プロとして、第一歩を踏み出そうとする生徒をお披露目する場となっている。プログラムには、ロイヤルバレエ団のレパートリーからの新作や、過去の作品が含まれ、カーテンコールで、 全生徒が振り付けされて舞台に上がるグランデフィレが最大の見せ場である。ロイヤルバレエ学校はバレリーナの中でも最高位に位置づけられ、ごくわずかな人数しかいないプリマバレリーナアッソルータを4人輩出している。ロイヤルバレエ学校で学び、プロとしてのキャリア全体をロイヤルバレエ団で過ごしたマーゴフォンテインは1979年にエリザベス2世から ロイヤルバレエ団のプリマバレリーナアッソルータに任じられた。1959年から1966年までロイヤルバレエ学校で学んだエヴァエフドキモワは世界を股にかけるゲストバレリーナとして活躍し、1979年にキーロフバレエ団に客演した後、プリマバレリーナアッソルータの称号を授与された。これは後に、 ドイツ連邦参議院により公式に承認された。1959年にロイヤルバレエ学校に入学したフィリス・スパイラは優れた才能が認められて1960年に若干17歳でロイヤルバレエ団ツーリングカンパニーに入団したが世界ではなく母国南アフリカの舞台に立つことを選択してほとんどのキャリアを 南アフリカのカプブバレエ団で過ごし、1984年に、同国大統領から、プリマバレリーナアッソルータに任じられた。1992年には、ロイヤルバレエ学校の卒業生、アレッサンドラ・フェリガス・カラザ・バレエ団のプリマバレリーナ、アッソルータに任じられている。ロイヤルバレエ団の前身であるビッグウェルズ・バレエ団で、初代プリマバレリーナを務めたアリシア・マルコアは、 ロイヤルバレエ学校で直接学んではいないものの、ロイヤルバレエ学校を設立したニネット・ド・バロアに支持していたため、これを数に含めるとすれば5人となる。ありがとうございます。